やっほーということで、ただいまの時刻6月25日14時56分本日は7月1日から再開の東京ディズニーリゾートのチケット購入日です。やばい、あと3分ちょっと。今日買えるか分かんないけど、もし買えた場合に参考になれるようにちょっと動画を出していきたいと思います。よし、絶対に7月1日行くぞー。それではおーチケラ。こんなに緊張したことないんだけど、すごい心臓がバクバク言っております。すでに東京ディズニーリゾートのオンライン予約購入サイトがもうつながりにくくなっていて、今これパソコンの画面なんですけど、パソコンの画面でもこんな感じでつながりにくくなっておりますという状態です。で、今はもう一個のタブの方、こちらは元からつなげておいたので、ちょっとこれどうなるか分かんないですけど、これはそのままでいきたいと思います。スマホの方もですね、この画面の状態になっています。やばい、59分、59分だ。やばい、急げ、カード準備 OK です。あと何秒、あ、ちょっと待って、あー、つながらなくなった。おー、マイガー、間違えちゃった、なんか変なことしちゃった。なった、3時計測、はぁ、つながらない、どうしよう、ダメだ、つながらない、頑張れ、いける、まだ諦めるな、玉木、まだ道はある、まだ始まったばかりだ。もうページに入れない、カートとかそういう問題じゃないもん。ちょっとアプリに行ってみよう。え、アプリ、あー、サイバーが混み合っております。だってやばいね、ダメだ。お、アプリどうかな、はぁ、お願い、あー、ダメだ、頑張れ、スマホ畳まき、押せばいいの、押すだけ。そう、私にできることはこのボタンを押していく仕事だけ。頑張れ、回線と私、つながって、お願い、つながれ。ということで、なかなか撮れなくて、なかなか繋がらなくて、カメラの方は止めてしまったんだけど、あの後ずっと挑戦してました。ずーっとポチ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 って感じで、夢にまで出てきそうなぐらいに押してたので、ついに7時26分購入できました。やったーって言っても、妹も一緒に挑戦してもらっていて、妹がつながったので買っていただきました。ありがとうございます、本当にお小遣いあげる3時から始めて、3時からずっとつながらなくて、5時15分ぐらいに1回私もつながったんですよ。その時はスマホで 4G でやってました。日付入力して、ディズニーランド、ディズニーシー、どっち行きますか、こっち行きますって選んで、こういう規約がありますよ、読みました、確認しました、どうしたら入れなかったんですよね。その後も何回か1時間に1回ぐらいそこまで進むことができたんだけど、その後がなかなか進めなくて、で、やっと7時26分に妹がゲットできたという感じです。で、妹は Wi-Fi でパソコンでやってもらってました。コツを聞いたんだけど、とにかく押すっていうことらしいです。パソコンでディズニー e チケットのオンラインで今すぐ購入ってとこをして、で、無理だったら戻って、今すぐ購入ってをして、無理だったら戻ってっていうのを繰り返しやって、やっとゲットできたみたいです。スマホとかパソコンとか、あとなんか関係あるのかなってちょっと思った。もう結局は買えるか買えないかなのかなって、タイミングなのかなっていうのもちょっと思ったけど、まあこればかりは分からないですね。妹には東京ディズニーランドを
購入してもらいました。私シーも行きたいな、ディズニーシーも行きたいなっていうのがあって、次の日27日の日に13時ぐらいに挑戦してみたんだけど、スマホでアプリで 4G で挑戦していたんですけど、結構ねスルスルっと、なんか前日よりも全然30回に1回ぐらい入れるようになって、20分ぐらいで購入することができました。でもその時もやっぱりディズニーランド、ディズニーシーって選んで規約を読んで確認って押した後やっぱり入れませんでしたっていうのが多かったんだけど、その後なんかクレジットの入力とかのところに行っちゃったら、その後もうスルスルスルっと行けちゃいました。2日目、3日目ってなってくると、なんか割とつながりやすくなったような気がするので、まだ帰ってないよっていう方はぜひチャレンジしてみてください。コツはとにかく押すことです。もうめげずに押すコツだなって、なんか全然なんかもっとなんかコツを言えればいいんだけど、本当になんかもう心がめげそうになって、もとにかく押すこと、ぜひチャレンジしてみてください。土日はねもう結構チケットなくなってるらしいんだけど、平日11時からとか2時からのものは残ってるみたいなので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。